5年前の今日、う、宜野湾市の緑ヶ丘保育園でアメリカ軍のヘリコプターから落下したとみられる部品が見つかりました。安全な空の下で子どもたちが学び、遊ぶという当たり前の環境を求め、母親たちが明日上京し、政府に対し4度目となる要請を行います。2017年12月7日、宜野湾市の緑ヶ丘保育園で アメリカ軍のヘリコプターが上空を通過した直後、落下音が響き、屋根から重さおよそ200グラムのアメリカ軍機の部品が見つかりました。アメリカ軍はヘリの部品だと認める一方、飛行中の落下については一貫して否定したままです。子育てや仕事の合間を縫って母親たちはこの5年間、 子どもたちの安全を求めて声を上げ続けてきました政府を相手に要請することは普通の母親たちにとって簡単なことではありませんでした子どもたちの負担も大きいし本当は行ってほしくないと思ってるだろうし本当だったらね、みんな誰も行きたいと思ってない行かなくていいようになればいいなっては アメリカ軍機の飛行ルート外であるはずの保育園上空を飛ばないよう求めても、現状は変わらず。子どもたちが安全に過ごせる環境を求め、母親たちは3万5000室の署名を集めました。米軍に伝えましたっていうのは、本当にずっと聞いていることなので、伝えていただくことが目的じゃないんです。って、あの状況が変わってないからまた来たんですっていうのは言おうと思っています。 同じ回答を繰り返してきた政府が今度こそ問題の解決に向けて重い腰を上げるよう署名を携え母親たちは明日上京します。